こんにちは、アロマの学校、魔女の館です。私の簡単なプロフィール、こんな感じです。変な格好しているからって言ってね、決して怪しいものではございません。でも、なぜ魔女の格好をしているのかっていうのもね、概要欄の方に書いてますので、もしご興味のある方がいらっしゃいましたら、ご覧いただければと思います。ということでね、今日はね、精油のブレンドについてお話ししたいと思うんです。ブレンドのやり方ではなくてね、そのブレンドの基礎知識っていうのかな、そういうところをやりたいと思うんですよ。皆さんアロマテラピーをやるときに、精油って1種類だけ使ってますか？それとも2種、3種っていう混ぜ混ぜして使ってます？で、その混ぜ混ぜして使うことを、ブレンドっていうふうに言ってるんですね。まあ、簡単なことなんですけれども、一番わかりやすいのはコーヒーに例えるといいんじゃないかと思うんですけど、で私はコーヒー飲まないので、よくわかんないんですけど、喫茶店とか行くとね、喫茶店で死後なのかな、今なんていうの、コーヒーショップとかそんなんかな、そういうところに行ってメニューを見ると、なんかこうキリマンジャロとか、それからブルーマウンテンとか、いわゆるそのコーヒー豆の種類が書いてあって、でそれの一番上もしくはなんか一番下ぐらいに、なんかこうブレンドコーヒーとかね、それから当店オリジナルブレンドとかってよく書いてあるじゃないですか。つまりその1種類のコーヒーではなくって、2種類3種類をその店特有の割合で混ぜて、こうやったコーヒーだよっていうような意味だと思うんですよね。精油もね、1本ではなくって2種類3種類を混ぜて使うことを精油をブレンドするっていうふうに言います。で、ただね、精油の場合っていうのはね、もう1種類のその瓶の中ではもう完全ブレンドされてるよっていうふうに言われてるんですよ。もういろんな成分がいっぱい入っているので、もう1本だけでも十分ですっていうふうな感じなんですけれども、でもやっぱりちょっとね、アロマを少し深く分かってくると、なんか1本だけだとなんか物足りないな、もうちょっと2種類3種類混ぜてみたいなっていうふうになってくるんですよね。で、そのブレンドをする際に重要なキーワードっていうのがね、2つあるんですよ。で、1つはノートで、もう1つはブレンドファクターっていうんですね。で、まずノートからお話ししますけど、ノートって勉強するとき書くノートじゃないですよ。っていうか、もうしょうもないジョークで、ごめんなさいね。ノートはね、辞書で引くとね、なんか音楽の調子っていうのかな、明るい調子とか、暗い調子、いわゆるその長調とか短調、そういうのを表すよっていうふうに書いてあったりとかするんです。で、それからもう一つ、音符っていうような意味もあるんですね、ノートっていうのはね。で、ノートは何かっていうとね、要するにね、揮発速度なんですよ。で、どれぐらいで揮発していくかっていうのをね、測って、それである表にしているようなものなんですけれども、皆さん聞いたことあると思いますけれども、トップノート、ミドルノート、それからベースノートっていうのがありますね。香水業界ではベースノートのことをラストノートっていうふうに、言うことがあるんですけれどもね。今なんかラストノートっていう名前のアイドルグループが出てるらしいですね。私そういうところにあまりよく興味がないので知らないんですけれども、なぜそのラストノートっていうグループ名にしたのかなっていうのは、もしかしたらこれを最後まで聞いてもらったらなんとなくわかるのではないかなっていう気もしないでもないんですけれども、実際にそういうふうなイメージで書き付けたのではないかもわからないんですけれども、一応ラストノートってどういうことかなっていうのを分かっておくとね、いいと思います。で、まずね、そのトップノートなんですけれどもね、もうこれはもう揮発速度がすごく速いものです。一番最初にパーンと鼻の中に入ってくる香りなので、第一印象を決める大事な香りなんですね。で、そのミドルノートっていうのは、そのブレンドの中核になるって言われてる。もう、こんな風なブレンド作りたかったのよっていうような、もう真ん中の中心部。いわゆる主人公みたいな感じですね。それがミドルノートです。で、これはね、トップノートがスッと去った後に、じわーっと出てくるっていう風に言われてるんですね。で、最後のベースノートっていうのは、これは最も揮発速度が遅い。で、いつまでも残るんです。なので、これはね、保留剤とか補香剤とも言われています。香りを保留する。で、あと、補香だったら香りを保つっていう形でしょ。いつまでもそのトップノートとかミドルノートとか巻き込んで、で、その最後の方まで残っていくっていうのをベースノートっていうふうに言っています。とりあえずはね、このトップノートとミドルノートとベースノートをうまくブレンドするのがいいブレンドだっていうふうに言われてるんですけれども、要するに、香りを嗅いだ時にトップノートがわーっと香って、ね、その次にミドルノートがわーっと来て、それからベースノートがわーってくる、そんな順番じゃないんですよ。とりあえずトップっていうのは最初に香りやすいけれども、でもそのベースノートに包まれて残ったりとかしていくので、なのでそこで複雑な香りができるから楽しいんですよね。例えばね、百貨店に行くじゃないですか。あのね、余談なんですけどね、私、一回言われたことあるんですよ。いや、関西の人って百貨店って言うよねって。じゃあ、なんて言うのって言ったら、なんか、みんなデパートって言うらしいですね。で、私はもう、元々大阪生まれなんで、もう常に百貨店っていうのがね、頭にあって、デパートって言ったら違う店のような気がしたりとかするんですけれども、皆さんどっちですか？デパート派？百貨店派？申し訳ない。横道にそれました。話を元に戻しますけれども、例えば、そうやって百貨店の化粧品売り場とかに行くじゃないですか。そうすると、いわゆるなんていうのかな、ディオールとかシャネルとかのコーナーがあって、で、そこのなんかこう、がっつり化粧したお姉さんが、
いや、新しい新作の香水が出たんです。いかがですか?って言ってね、振りかけたそのムエトっていうね、紙を渡されたりとか、手首にシュッシュッと振りかけられたりとかすることってありますよね。で、その時に皆さんどうするかっていうと、まずもう少しだったらこう嗅いでみるし、手首だったらふんって言って嗅ぎますよね。で、その時に香るのがトップノートなんですよ。で、その時に、この香り結構私好きかもとか、いや、ちょっと苦手っていうような感じでね、もう一番最初の第一印象でその香りが好きか嫌いかって決まるでしょ。だからそれがね、トップノートなので、だからトップノートがすごく重要だよっていうふうにお話したのはそういうことなんです。で、ちょっと考えますねって言ってその場を離れて、で、ちょっとお買い物とかウィンドウショッピングとかして、なんかちょっと疲れちゃったからお茶でも飲みましょうみたいな感じでね、店内の喫茶店、また喫茶店出てきましたけど、で、そこに行って、ちょっとお茶を飲みながら、こう、ちょっと座ったら、ふわっとなんか香りがする。え、何この香りって思った時、あ、そうか、さっきそこの下の化粧品のところでつけられたやつだねっていうふうに思い出した時に、多分一番最初にこうやって嗅いだ時の香りとは少し違った香りになってると思うんですよ。それがミドルノートがこう出てきたような感じですね。だから多分その香水を作る調香師さんはそこに一番重要視してたと思うんですね。で、最初に嗅いだトップノートの香りとは、大きく外れはしてない。でも少しね、体臭とかも混じって、少し違う感じになっていると思います。で、その後でもう帰宅して、もう疲れた、もうお風呂でも入ろうとか思って、でお洋服をパッと脱いだ時にまだふわっと香る。え、これ何?って言って、その時に出てくるのが最後のベースノートの香りなんです。で、時間の経過とともに徐々にそうやって揮発していくものがあるので、徐々にそうやって香りが変化していくんです。で、そういうことも全部見越してね、調香師さんっていうのはね、ブレンドするんですよ。私たちは調香師でもないし、今から香水作るよということもないですよね。まあ、その天然アロマで香水作りみたいなセミナーも私はやってるんですけれども、まあ、基本的にはそういうふうなブレンドではなくて、2、3種類を混ぜて、今からこう、芳香浴したりとか、お風呂に入れたりとか、そういうようなブレンドを考えてるんですけれども、とりあえず、今皆さんが持っている精油箱の中にある精油がトップなの?ミドルなの?それともベースなの?っていうのがね、ある程度ね、分類しておくといいと思います。でも、トップとかこうバチバチと決まらないんですよ。なんかこう、トップからミドルのものもあれば、ミドルからベースに近いものもあるし、だからいろんな本を見ていると、なんかこう、ラベンダー一つでもトップに入ってるところもあれば、ミドルに入ってるところもあるんですね。で、そのメーカーによっても違いますし、産地によっても違うので、一概には言えないんです。これが合成香料だったらピシッと測れますよね。何分で揮発するって。なので一律になっていくんですけれども、天然のこうね、わけのわからない、こういうところはでも面白いと思います。ノートは今まで説明したように揮発速度を指すこともあるんですけれども、もう一つの解釈としてね、香調、香りのこう、なんていうかな、明るい香りとか、それから、なんとなく重たい香りとかっていうのはあるでしょう。で、そういうふうな、イメージ的なところでね、使われることもあるんです。よく、合成洗剤とか、それから、柔軟剤の中に、名前で出てますよね。フローラルノートだとか、グリーンノートだとかね。あんな風にしてノートっていうのを使われる場合もあります。で、私はね、柔軟剤一切使わないし、洗剤もね、無香料の洗剤を使うので、よくわからないんですけど、たまにドラッグストアに行くと、なんかそんな風にこう書いてあるので、みたいな感じで見てるんですけれども、そんな風に使われたりとかしています。で、まあ、ノートにはね、そんな風に2つの意味があるんですけれども、あくまでも精油のブレンドにおいては揮発速度だというふうに考えてください。そのうちにね、精油を使って天然香水作ろうなんていうふうに思った時には、じゃあフローラル系で作ろうかなとか、グリーン系で作ろうかなっていうふうな、そんな時にまたそのノートっていうのが出てくるかなっていうふうに思うんですけれどもね、まあ、そのイメージとしてね、使ってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。次はですね、もう一つのキーワード、ブレンドファクターについてなんですけれども、ブレンドファクターというのは何かというと、これは香りの強さのことなんです。で、先ほどのノートっていうのは香りの揮発速度、もしくはそのなんかイメージ、好調っていう風な感じだったんですけれども、ブレンドファクターはね、その強さなので、揮発速度とか関係ないんですよね。同じノート、つまり揮発速度は同じなのに、それぞれの香りの強さが全然違うっていうことが出てくるんです。例えばですね、オレンジスイートと、それからカモミールローマン。これすごくなんか子供にいいようなブレンドなんですけれども、どちらもね、トップノートなんです。だけど、ブレンドファクターで言うと、カモメイルローマンがすっごく強いんですね。ですから、同じ量をブレンドすると、え、オレンジどこ行っちゃったの?みたいな感じになるわけなんですよ。で、例えばね、カモメイルローマンとオレンジのその作用だけを取りたくて、それで同量ブレンドするんだったら、それでいいんです。別にオレンジが消えようがどうしようがね、オレンジの作用は残るわけですよね。でも、やっぱりね、
アロマやってるんだったらね、いやそこはね、もうちょっと考えてほしいなって。なので、そのカモミールローマンをちょっとだけ少なめにしてオレンジを多くする。特に子供に使う場合だったら、子供って多分カモミールローマンの香りよりかオレンジの香りの方が好きだと思うんですよ。なので、ちょっとオレンジを多めにするようなブレンドをしていく。っていうふうなことをしていくと、ブレンドのその妙味っていうのかな、そういうのが味わえてくるのではないかなっていうふうに思います。ただね、このブレンドファクターっていうのは、機械でどれぐらいの数値なのって言って計測するのではなくてね、人間の鼻が決めた数値なの。ですからまあ、これはノートでも言ったように、精油の品質によって違ってきますよね。実際に私はね、ブレンドファクター表なるものをね、まあ2種類か3種類ぐらい持ってるんですけれどもね、結構違うんですよ。あるものでは割と高い数値なのに、もう一つのブレンドファクター表では低くなってたりとかするんですね。でも大体まあ同じような、まあまあ割かし強い精油、それから割かし弱い精油みたいな感じで分けられてるので、そんなにむちゃくちゃ大差はないんですけれども、でも、どっちを信じたらいいのみたいなところはあります。なのであくまでもね、そのブレンドファクター表は目安みたいな感じで考えて、自分の鼻を信じてやっていくと多いんじゃないかなというふうに思うんですよ。だって持ってる精油によっても違うでしょ、その強さっていうのはね。で、まあブレンドファクター表に基づいてのブレンドの仕方っていうのもあるんですけれども、まあ今日はもう長くなってしまうので、それはもう別の時にね、機会を改めてお話ししたいと思います。ということで、今日は精油をブレンドするときに大事な2つのキーワード、ノート、それからブレンドファクター、つまり揮発速度と、それから香りの強さについてお話しいたしました。少しでもお役に立てればと思います。本日もご視聴いただきましてどうもありがとうございました。